ゆうさん。はい。早く来て。緊張してるの？お笑いは初めてだから。僕もそうだよ。よし。こんにちは。私たちは南インド。ちょっと待って。僕は一応沖縄インド出身だけど。そういうことじゃなくて、私たち南インドにある英語外国語大学の日本学科の3年生です。ああ、そういうことね。はい、皆さん、こんにちは。ボロです。リビアです。あ、本日、有名な話に関するテーマはこちら。中堅八高問題。この問題について、徹底的に時間をかけて考えていきたいと思います。八高といえばですね、まあ、おそらく、日本人で知らない人はないほど有名な話ですね。まあ、誰も幼い頃に本や紙芝居などで一度読んで聞かされたことだと思います。ここでもう一度、そのあらすじをざっと見てみましょう。上野博士という教授は、ハチ公という捨て犬を家に連れて行きました。博士は、ハチ公が大好きで、ハチ公も博士が大好きでした。ハチ公は、いつしか教授を渋谷行きまで送り迎えするのが日課となり、雨の日も風の日も、献身的に駅前で待つハチ公は、周りの人気者になってきました。ところが、ハチ公が博士の家にやってきて、数ヶ月後、博士は突然脳溢血で倒れ、そのまま急死してしまったのです。何も事情を理解できてないハチ公は、それでも毎日渋谷行きまで帰らぬ精進を迎えに帰っていました。このハチ公の姿は新聞記事に掲載され、人々に感銘を与えたことから、中堅ハチ公と呼ばれるようになりました。さらに、1934年には、渋谷駅前にハチ公の銅像が設置されることとなり、その除幕式にはハチ公自身も参列しました。日本でこれほどまでに知られている犬はいないでしょう。何この話、何が言いたいの。まあ、ハチ公から純粋な愛と忠誠心を学ぶべきだと言いたいことはわかるんですが、この話を聞いた私たちは捨て犬なんかを絶対拾わないと心に決めました。何が怖いって、こいつです。こいつ可愛く見えるんですけど、本当はね、連続殺人犬ですよ。それを言って愛して美味しいものも食べさせてくれた。最近の同居者、なかなか見つからない、すごい親切な人です。いわゆる命の恩人なんです。ねえ、しかも話によってはね、博士は自分の大切なものを差し出してまで犬を飼っているんです。そんな命の恩人の優しさにつけ込み、そして愛しているふりをして、挙句の果てに博士を殺したんです。恩を仇で返すどころか、これ立派な犯罪ですよ。じゃあ、こういうのっていいんでしょうか。これはあくまでも私たちの推測なんですけれども、おそらくハチ公は騙しさそうな人を狙って、道路でかわいそうな顔をアピールして博士を罠にはめたんです。こんなひどい犬なんて世の中にいないでしょう。これは計画的犯行ですよ。こんなひどいことをしたやつなのに、何の罰も受けず、博士だけが不幸になってしまいます。なのに、こいつ、何事もなかったのように暮らしているんです。もう一度言いたい。この話は、何が言いたいのか。子供はこれを聞いてどう思えばいいでしょうか。この話は
私たちに何を教訓にしようと言ってるのかさっぱりわかりません。もううんざりです。今から中華におっしゃったこの腹黒犬にある寺恋を今ここで暴いてやろうと思います。あちこはしているなんかでもなく、さっきも言ったけど、杉から杉へと飼い主を殺し続ける連続殺人犬だったんです。殺す前に杉のターゲットを探す、これがこいつの趣味なんです。ある日そこら中を歩いていると、たまたま騙しそうな人を見つけたんです。それが最近の東京じゃなかなか見つからない。感じにも負けないほど優しさの塊であるこの博士でした。杉のターゲットを録音したハチコはすぐ前の飼い主を殺し、その翌日ハチコはわざと博士の目に留まるようにかわいそうな面をかぶって結局拾われたんです。感じにも負けないほど優しい博士は、そのかわいい顔の後ろに隠された恐ろしさに全然気づかなかったのです。博士はハチ公が大好きで、ハチ公は博士のことが大嫌いでした。いつも一緒にいる博士は、次のターゲットを探したいハチ公にとっては単なる迷惑でした。これだとなかなか次の人が見つからないと思ったハチ公は、博士のお弁当に毒物を加えました。それから博士は突然脳溢血で倒れ、そのまま休止してしまったのです。何も事情を理解できてないふりをしたハチ公は、毎日渋谷駅前に行って杉の餌食を探し続けました。渋谷駅で新しい餌食を待ち構えていたハチ公は、亡くなった飼い主を待っているかのような姿が新聞記事に掲載され、勘違いをした人々に感銘を与えたことから中堅ハチ公と呼ばれるようになりました。さらに1934年には渋谷駅前にハチ公の銅像が設置されることとなり、その授幕式にはハチ公自身も参列していました。それがこの写真です。皆さんよく見てください。この顔、人間ってみんな仲間だという顔をしてますか？きっと次の人を探してたんじゃないかな。こいつは中堅なんかじゃない、殺人犬です。以上。